レモンみかんさんこんにちはかぶくんすごい土砂降りでしたね暑い日の出とか青空が見れてよかったです暑い雲が流れてきている、うん、神奈川県は、えー、1月2日は曇り10度くらい時々日が,日,日が差しですねわずかに霧雨だそうです昨夜夜中に他県に住む息子は帰ってきました、えー、今日はおせち料理やお雑煮を食べて,食べています 箱買いした静岡県青島産の三菓日みかんですかね。3L サイズを7個もゲリラ食いだそうです。うん。<laughs> はい。北海道の予定山のポテト。さやかも箱,箱買いをしておいたんで、えー、合間にお芋でも、えー、食べさせておくしかない。うん。あと、おでんだそうです。箱根駅伝を見てます。はい。非常に なんかユーモアがありますね。うん。はい。ということだそうです。僕は今、起きました。ようさん、こんにちは。かむくん、かわいい猫さんの映像ありがとうございます。猫ちゃん、あるあるですよ。私も、たとえ飼育してたんで、性格も様々です。そこに、犬さんもいたんで、大変でしたが、楽しかったわ。目に余るずるさが出れば、私がしかり、 ペナルティーボックス、大きなゲージに入れました。うん。えでも、猫さんはすぐ忘れて繰り返す。そこがまた可愛い。えー、年明け早々の、あ、い,い,い,い。年明け早々の天才で、えー、揺れる心に、一時のオアシス映像に感謝します。我に帰って少し落ち着きます。かぶくん、ありがとう。セバネ。はい。あの、猫ちゃんってゲージの中に入れると、 なんか、ぐる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 、なんか、すごいなんか嫌がりますよね。ワンちゃんは、人に拘束されることはそんなに嫌いじゃないんですけど、逆に好きだったりするっぽいこともあるんですけど、猫ちゃんって結構嫌いますよね。なんかあの、行動を制限されること、すごい嫌うというかね。うん。なんか、猫ちゃん、性格がね、ワンちゃんと違くて、あとワンちゃんと猫ちゃん、一緒にこう、 いても平気なのかなってちょっと思ったりもするんで、そこら辺も気になりますね。うん。藤原う子さんおはようございます。かぶくんお天気お兄さんありがとうございます。不思議な初日の日、あ、えっとね、初日なんでですね。議事公転ですか大雨になりそう。花びら、やっぱり雨が降ってきましたね。雨が降ると乾燥は防げるんで、風にはいいかな。うん。コロナは大丈夫ですか 体温かくねう,んうま子はやっと本日のみですが、お休みです。朝風呂に入ってゆっくりします。かぶくん、毎日ありがとう。またね。よかったです。お休みで。ずっと働き続けてましたかね。うん。新頃のショーは良くなってますね、だんだん。ただ、ちょっと今日は雨降ってるんで、ちょっとうつ味ですね。なんかね、朝起きて、うわこれはちょっとうつっぽい日だなと思ったのでは、だいたい、 あのダメですね。天気も良くないし、低気圧も近づいてますね。うん。風呂敷からからさんこんにちは。株舞の皆様能登は好きで何回も行ってるんで見たことのある風景がああなって辛いです。えー、のとの,のと島は橋が通行止めらしく、えー、観光客がたくさん足止めをされているとか。うん。和倉温泉は海沿いにホテルが並んでいるんで、皆様はどうしたでしょうか？ 富山湾は割と波が穏やかなんで、日見から能登まで海沿いにホテルがあるんです。えー、道路はあちこち陥没したものですし、何たって寒いですから、皆様お無事でと思います。えー、少し離れている地域もショッピングセンターの屋根が落ちてきたりしています。ある意味元旦でよかったかもしれません。うん。あ、そういうことですね。逆にか。あのー、あまりお店とかも閉まってたりするからかな。うん。 えちょっとベルギーでもニュースって日本の映像出して出てますね。大きな、なんかあの、市役所みたいな建物が、一階分がもう崩れて、斜めになってましたね。衝撃的でした、本当に。うん。ハニープーさん、よろしくお願いいたします。今回の地震で、X で呼びかけられていたのが、家具や柱の下敷きになっている人を見つけても、素人がむやみや、あ むや,む,やみやむやみやたらに助けないでというもの。うん。えー、救助を必要とする人を見つけたら、思わず助け出したくなりますが、えー、大切なことなんで、ぜひ覚えておいていただきたいです。なるほど。腕、足などが長時間圧迫された状態だと、えー、筋肉細胞が、えー、障害され、壊死が起こります。障害された部分で、えー、ミオグロビンやカリウムなどが、 血中に流出蓄積、圧迫が解放されると蓄積された、それらがですね、急激に全身をめぐり、腎臓にダメージを与え、急激に悪化し死に至ります。一命を取り留めたとしても、腎臓にダメージを負うため、腎不全を起こして亡くなってしまうこともあります。これをクラッシュショックと言います。うん、このクラッシュショックを、クラッシュ,クラッシュ症候群を防ぐため、 え下敷きになって2時間以上経過している場合、救助隊と一緒に医師もがれきの下に入って、えー、救助活動と医療活動を同時進行で行うケースも増えています。うん。えー、リンゲル液を点滴して、血液の毒素の濃度をできるだけ薄めて救助することで、心不全を防ぎ、その後人工透析をして救命します。えー、2時間以上下敷きになっている人を見つけても、 素人は、むやみやたらに救助を待つ、命を助けるための、とても大切な知識です。また、2時間以上下敷きになっていて、助け出された後、痺れや脱力感がある、血尿が出た、尿意が少ないなどの症状がある場合は、クラ,クランシュ症候群を起こしている可能性があるため、一刻も早く受診してください。できれば人工透析をできる、えー ができる、えー、医療施設がいいですということだそうです。皆さん参考にしてください。なるほど。急、あの、助け、なんかあの、下敷きになっていても、むやみやたらに、助けない方、助けてはいけないということなんです。これは今知りましたね。な、なるほど。うん。ということだそうですので、皆さん。 覚えておいていただければなと思いますよ。うん。藤原うま子さん。歌舞くん、やっぱり青山学院強かった。うま子は走るのも見るのも大好きです。最高選手みんなった。100回記念です。うん。えー、思いも願いも1年かけ,たかけたのです。ですもの。よかったです。うん。かぶくん、毎日ありがとう。またね。はい。ちょっと駅伝見てませんが。えー、これ、青学が。 えー、勝ったってことつまりうんはいということですねうんあそしてかぶくんお疲れ様です能登半島の道路が寸断され甚大な被害ですうん車で避難されている皆様エコノミクス症候群が心配され時々軽く運動してくださいと声を掛け合っています下半身に血栓がたまり心臓や脳に血栓が移動して悪さをします、えー、後半身 神戸あわあ、阪神、淡路大震災の頃から言われていました。今回の地震は3年ほど前から頻繁に能登半島近くで起きていた地震との関連があるんでしょうか。そうなるとプレートとは関係ないです。関係がないのですね。日本はどこにいても地震からは逃げられませんね。うん。どうか、震災に遭われたものの皆様へのお見舞いを申し上げるということと、この寒い中での避難と、 被害がこれ以上大きくならないように祈るばかりです。家屋、毎日ありがとう。北国のよちゃん、大丈夫かな北海道だから津波が、またね、うん。あの、北海道は、どうでしょうかね、あのね、うん。うさんは海の近くに住んでるんでしょうかね。そこもちょっと気になりますけど。うん。で、今回の地震は、プレートとは関係ないんですかね でもあれかな海底にある活断層とかなんですかねうんどうなんですかねはい皆様、ま、こんにちは宮です100回目の箱根駅伝無事に開催されやはり4年間の集大成の学生さんや何年か前に故障や体調から出場できずリベンジ素晴らしい走りやルーキーや駅伝も部員がたくさんいたり それぞれの学生さんや、監督や寮の方やスタッフ、ドラマがあるから無事開催でほっと大変な時ですが、開催されてよかったです。やはり2年ぶりに優勝を狙う青山学院は、強かったわ。うん。最初まさかの7位、9位、第1走者が早い飛ばす選手について聞失速を皆の力で1位に。うん。やはりドラマがありました。4年生はラストでやっと出てた人は、 何年かぶりのシードから見応えがありました。明日は、大、え、路、ー、から、えー、あう、じゃあ、路からまたすごそうですよ。原田、原監督が車から時期を飛ばしたり、いいぞ、そうそう、たくさんマイクで励まし。やはりスポーツは美しいか、いいですね。テレビは全国高校サッカー大会もあ、うん、合ってますよ。えー、皆さん、それぞれ、頑張ってます。はい。ということだそうです。うん。 ユズビィズウィングさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。私、富山ですが、富山県なんですね。えー、震度5強でしたが、少し落ち着いたのでコメントをします。私は家の中にいましたが、体感で2、3分ほど激しく揺れ、本や時計が落ちてきたり、飾り物やお花が倒れたりもしました。えー、部屋が物で散乱しました。落ち,て落ちた時計は、えー、時間が止まってしまい、 え地震発生地獄です、うん。幸い家は床下がコンクリート1メートルある丈夫な構造作りになっていて無事でした。海も車で10分ぐらいのところですが、海抜が10メートル以上あって、高いんで避難せずに済みました。うん、だけど、向かいがの家が屋根が瓦が剥がれたり、近所の家では家の中の壁に亀裂が入ったみたいです。うん、県内でも地割れを起こしていたり、 断水をしていいたたりするるところは多数あるみたいで、す。す、えー。今ででも時々余震で揺れています、うん、でさっきまで兄の家族も家に避難をしてきて、昨晩は、えー、全員で1階で寝ました、えー。今日も家族全員1階で寝る予定です。こんな大きな揺れを経験をしたのは初め,て初めてで怖かったですが、私は無事です。えー、これから1週間程度は余震が続くみたなので気をつけます。 亡くなられた方々へのご冥福をお祈りいたします。はい、ということで、ゆずヴィズヴィングスタン、富山県でなんですね。しかも、海から10分ということなんですね。どこなんだろう。あの、ちょっと余談になりますが、雨原市海岸、もすごく素敵ですね。氷見市の。うん、あ高岡市かな。ね、あの辺りは、立山立法をそあのそあの背,あの背後に見てですね。 海の景色がすごいところがあるんですよ。で富山県は新気堂でも有名ですよ。うん。比べた目もあるし。あの、館山の雪の壁、すごいですね。うん。はい。でも、富山県は地震が少ないっていうことで昔言われてたと思うんですよ。ただ、今回、石川県が神殿にしてですね、富山県も揺れたということなんで。うん。 はい。ということだそうですの、ね、で。で、あと気になったのが、1階でで、あの,建の、建物が2階建てのうちっていうのは、2階で寝るのと1階で寝るのってどっちがいいんですかね個人的に2階で寝た方がいい気がするんですよね。まあ、ちょっとこれは皆さん知ってる方いたらぜひ、うん。のりこさん、どうもです。かぶくん様、今回も新年からの、えー、連統ありがとうございます。 カぼくの様も住みたいと言っていた北陸地方、富山県氷見市は寒で有名ですね。うん。石川県の和島は前に NHK の特集番組でやっていたものを録画していたので、美解してみましたが、漆塗りの工房は漆の大敵である、ほこりがつかないようにと、建物の道路が、うん、通路がとても細くなっていて、最後の仕上げの工程は、細く長い階段を登ったところで行われました。 うん、お騒がせて工房の方に人がいたかどうかわかりませんが、えー、本当にあの素敵な日本で、宝と言っていい男が燃えてしまったことは残念でなりません,、うん。どうか工房の皆様が無事でありますように。はい。ということなんですね。うん、石川県の建物も本当に日本家屋の素敵な建物が多いですね。うん、北陸地方本当に大好きで、 あのー、福井、石川、富山、まあ、新潟もね、北陸ですけど、ね、すごい好きで、本当に住みたいんですよ。で、たまに物件とかもね、やっぱ見てみると、素敵な建物が多いんですよね。で、結構ね、やっぱりね、物件も意外と安いですね。うん。そうなんですよ。ただやっぱり、地盤が良くないのかな地盤はいいのかなね。はい。海もあり、山もあり、とっても綺麗ですよ。 雪がね、たくさん降りますけどね。うん、ちょうどこの2、3日前、物件を見てましたよ。氷見市とか高岡市とか、えー、南都市とかな、南都市はね、富山県の真ん中あたりですけどで、石川県は珠洲市ですよね、珠洲市とか。ね、本当に。うん。はい、というわけで、引き続き、注意あ、警戒をしてください。これで終わります。